さっきのさ、もう手段のカゴに移しましょうか。ほんでうんちが5個です。ただね、ちょっと乾燥してると思うんですね、うんちが。で、さっきのちょっと表をちょっともう一回見せてもらっていいですか。これはまるっきり正常ではないと思います。ちょっと乾燥してる、うん、まあでも一応例えば今5個だから、まあ5つしてるよ。この後何個するかちょっと見てて欲しいんですよね。では、うんちと、それからまあ見た感じの元気さ加減と食欲はいいです。食べるだけ食べさせていいです、あのペレットをね。でこれは一緒だったら、まあこれちょっとクリップした後でサッと出て出しておきますから。これも食べる、一緒ですかね、ハムスターセレクション。はい、多分それです、ね、これですね、はい、これおすすめですね、はい、うん、とりあえずじゃあ観察してください、はい、まずは薬よりも観察、それで体重が維持できないとかね、はい、うんちの数が少ないとかね、はい、体重が維持できてうんちの数がまあ40、60失敗したのが出てくる、ハムスターが下痢したらダメです、はい、ワンちゃん、猫ちゃんや人間に比べると下痢はよっぽどしません。そうそう、下痢すると非常に危ないです、はい、そこはちょっと知っておいてもらって、はい、でまあ、あの温度湿度もちょっと人間が快適な温度にね、いてもらえて観察してください。それで、おかしかったら明日でも明後日でもまた見せてください。それから、よかったらまあ1週間ぐらい観察した上でちょっと見せてください。もし OK だったらさっき言った予防のことをした方がいいかもしれません。ただ、原虫の予防薬はないです。原虫は。さっき人間にうつるのはありませんかとおっしゃったけど、原虫は治療も大変なんですけども、予防薬はないですね。人間からうつすのも大丈夫ですか？人間から、まあ普通の風邪とかはうつんないですね、うん、とりあえず体重とうんちの回数、そうそう、うんちの数ね、でおしっこが出てるかどうか、はい、あのお水もちゃんと、どういうお水であげても、吸水ボックス、お水が、お皿で飲んでます。あ、お皿で飲んでます、はい、なので、こうすごい減ってるなって、はい、見えます。見えます、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ、すいません、レントゲンだけ取らさせてもらったけど、はい、そんなに異常はないと思いましたんで、はい、観察用で今お渡ししましたからね、はい、それでじゃあ観察して、まあ、もしよかったらまだあの1週間後か、おかしかったらその旨ね、相談してくださいね、はい、じゃあ、これで止めます。で最後